中村渡優は神奈川県横浜市中区出身の元プロ野球選手。防具がかっこいいという理由で小学校から保守として野球を始め、以降も保守一筋でプレーしている。中学時代は中本牧シニアに所属。高校は県内一練習が厳しいと言われていた横浜小大校に進学。2年時の夏に首相に指名されたが、監督の方針で副首相を置かずに、 中村和人に140人をまとめさせるなど当時から中村に対する期待は高かった。秋からチームの4番に座り、3年次春には打率、385、3本塁打と活躍。首相として県大会準優勝、関東大会でもベスト8とチームに貢献した。夏は神奈川県大会準々決勝で、党員学園校に0から10で敗退してベスト8に、 終わったが、打率、401本塁打と好成績を残した。打撃では、高校通算46本塁打を誇り、フォームは、地元横浜のスラッガー村田周一を参考にしている。星としても、遠投110メートル、二塁送球が、プロレベルの1.8秒で、安定したスローイングや、膝立ちのままでも、早球可能な強健、頑強な体など、 保守として高い身体能力から有力なドラフト候補の一人に挙げられていた。2009年9月7日にプロ死亡届を提出し、同年9月19日に広島東洋カープのプロテストに合格。10月29日に行われたプロ野球ドラフト会議では広島東洋カープから育成2指名を受けた。広島のその田スカウト部長は、強権はもちろん、 スイングの速さも魅力。と評価している。2011年は2軍で一塁手としても起用された。2012年3月27日、同年シーズンは A 川光弘と共に四国アイランドリーグプラスの徳島インディーゴソックスに派遣されることが発表された。しかし、広島の保守に故障者が相次いだことで4月16日に広島に呼び戻された。その後、 故障者が復帰したため5月25日に再びインディーゴソックスに派遣すると発表された。2012年オフに一度は自由契約となるが育成選手として再契約した。2013年10月31日育成選手の規約に基づき自由契約公示された。2013年11月9日育成選手として再契約した。2014年10月31日 三度目の自由、契約工事がなされた。2015年シーズンも育成選手として再契約した。2015年11月3日、2016年シーズンは支配下登録契約となることが明らかとなった。2017年10月30日、10月26日のドラフト会議にて、 高領校の中村進生が1位指名されたことによって余剰戦力となり戦力外通告となった。11月15日の12球団合同トライアウトに参加、3打数にあんだ1支給の結果だった。ありがとうございます。